南区。24日でしたっけ。そこから毎週、22でしたっけ。まあ、きっかけとして報道されてなかったっていうのがちょっと、まあ、それはどうなのかなっていう疑問が湧いて、で、まあ、数が増えればどうなんだろうっていうところから、まあ、反対は反対なんです。そこからまず、まあ、来てみようという思いになります。で、参加してこれはすごいなという思いで毎週参加させてもらっています。再稼働反対。